これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。5月30日ただいまの時刻は8時を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています。モーニング那覇です。本日水曜日のお相手は若菜です。今日も1時間元気に楽しくお届けしますよ。よろしくお願いします。さあ、またこの番組はサポーターの恋するかっちゃんさんの応援をいただいております。ありがとうございます。さあ、天気がいい日が続いている沖縄地方ですが、おととい月曜日の体操教室の時に6歳ぐらいの女の子かなの生徒さんがね、先生ちょっと曇ってるねって言ってきたんです。なので、あ、そうだね、雨降りそうだねっていう話をしたら、その子よかったねっていう話してきたんですよ。うんと思って、なんてかなと思って、うん、どうしてって聞いたら、なんとなんと雨が降ったらお水がたまるよねって言ったんです。すごくないですか？6歳ですよ。なんかね、6歳でここまで理解して言えるっていうことにね、ちょっと私感心してしまったんですけどね。確かに今ね、沖縄全然雨が降らなくて、このねダムの貯水率が低くなってるみたいなんですけど、沖縄県の企業局が出している情報によりますと、昨日5月29日の時点でダムの貯水率 47%、 これ平年だと 74% あるみたいで、平年に比べると 26% も低い貯水率になっているということでね、ちょっとね、夏までに雨がたくさん降ってもらわないとね、ちょっとね、沖縄大変なことになりますね。皆さん節水もよろしくお願いします。さあ、ということで今日のトークテーマ行ってみたいと思います。今日のトークテーマこちらです。じゃん、気まずくなったことということでお届けしていきたいと思います。というのも、私まさしく最近あったんですけど、日曜日にね、うるま市の方で闘牛大会があって、闘牛選手ワイドのグッズ販売をしていたんですけど、まあ終わって事務所でこう商品の片付けをしながら、まあたわいもないどうでもいいふざけた話をしてたわけですよ。そしたら、まあ、たまたまね、その場にいない人の話になってしまって、まあ、まあまあ盛り上がっていたら、ドアがねカチャって開く音がして、パッて見たらなんとご本人登場まあ別に悪口言ってたわけではないんですけど、ねその場にいない人の話をしていて、本人が登場した時の気まずさあれはもうね、何とも言えない空気流れますよねということでこんな感じで皆さんの気まずい話お待ちしております。まあね、できればその場をどうやって切り抜けたかっていう話もしてもらえると嬉しいですその後の
あのね、この後の今後の参考にしたいなと思いますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp となっております。または FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りください。そしてこの放送はツイキャスト、ユーストリームでも動画配信しておりますので、ぜひぜひこちらもお楽しみください。それでは本日1曲目いってみたいと思います。現在放送中のドラマ東急戦士ワイドの主題歌で HY でマックス。立ち向かう背中 78.0 アネッタイラディオ FM ナパただいまの時刻は8時9分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。これからのお時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けいたします。まずはじめに今日のお天気です。本日本島中南部晴れ時々曇り、波の高さは1メートルとなっています。降水確率は午前 20%、 午後12時から18時20%、 18時から24時が 10% となっております。そして日中の最高気温は31度と本日もとても暑い気温になっております。皆さん熱中症にはお気をつけください。そして現在本島地方注意報警報は発令されておりません。続きまして道路交通状況をお伝えいたします。現在沖縄道上り石川インターチェンジ付近にて故障車があるということで、渋滞は発生しておりませんが注意して通行いただければと思います。続きまして那覇市内の道路交通状況です。現在首里方面、そしてマダン橋付近、山下交差点にて渋滞が大きく発生しているようです。そして那覇空港方面、上間付近、中今交差点付近にて渋滞が発生しております。皆さんお時間に余裕を持ってお出かけください。以上、本日のお天気と道路交通状況をお伝えいたしました。本日のトークテーマ、気まずくなったことということでお届けしていきたいと思います。さあ早速皆さんから来てますね。ライチさん、グッモーニング、グッモーニング。そしてサムさん、おはようございますって来てますね。おはようございます。ライチさん、ヘイ彼女、今日もチャーガンジューって来て。はい、あの、はい。いや、予想外のね、あのコメントに動揺してます。そしてアイミルキーさん、おはようございます。タキシーさん、若菜さん、おはようございます。東京は曇り、昼頃から雨になるみたいです。気温も20度くらいで涼しいですよってきてますね。あ、そっか、東京、そうだね、沖縄だけなんか天気が良さそうなね、あの全国的にね感じでしたけど、
雨で20度か、ちょっとね、雨に濡れると体調崩しやすい天気かもしれないですね。気をつけてください。さあ、そしてサムさん、ゆたしくウニゲーサミラーって来てますね。いいですね、沖縄って感じで。そしてライチさん、僕は夏バテしてます、暑すぎっしょ、雨降らんし。そうですね、今日も天気良さそうなので、なかなか雨降らなくてね、なんかジメッとはしてるんですけどね、どっかで雨は降ってるんでしょうね、ジメッとしてるってことはね。いや、でも雨が降らないとね、あまり意味がない沖縄地方なので、早めに降ってほしいですね。さあ、そしてお笑いカレー大好きわらばあさん、おはようございます。今日もいい天気ですね、雨が欲しい沖縄ですね、節水しますと。一緒にしましょう、節水。もう本当にね、全然雨が降らないので、断水のね、いつか宣言が出るんじゃないかと思って、ちょっとねヒヤヒヤしてますが、皆さんで一緒に節水を心がけましょう。よろしくお願いします。さあ、本日2曲目いってみたいと思いますよ。本日2曲目はシェネルで奇跡です。さあ、ただいまの時刻は8時18分を回りました。これからのお時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに沖縄タイムスの経済面よりお伝えいたします。 JAL 泡盛の魅力 PR 羽田成田空港ラウンジで、日本トランスオーシャン航空の丸川清社長は29日羽田空港国内線ターミナルで会見し、 JAL グループの国主琉球雨漏り応援プロジェクトとして6月から1ヶ月間羽田と成田空港の国際線ファーストクラスラウンジと桜ラウンジで泡盛2銘柄を提供すると発表しました。6月には国内線、7月から8月には国際線の機内ビデオでも泡盛の歴史や製造に携わる人々、食などを紹介します。国内外へ琉球泡盛の美味しさを広めると同時に、沖縄の食と観光の魅力を PR します。丸川社長は JAL グループのあらゆるチャンネルを活用して泡盛の素晴らしさを発信し、販路拡大と沖縄の観光振興につなげたいと語りましたということです。続きまして、琉球新報総合面よりお伝えいたします。 T リーグ参入へ熱気、琉球アスティーダ卓球一部ホーム戦。昨年から日本卓球リーグ一部で奮闘する琉球アスティーダは29日、2018年前期高知大会の第2戦として宜野湾市民体育館でシチズン時計と対戦し、0対3で敗れました。高知大会は30日から高知県立体育館で本格的に始まり、6月3日まで計8チームの総当たり戦で順位を競います。アスティーダは11日本大会初初戦となるアウェーの理工戦は0対3で敗れており、現時点で2戦2敗となりました。アスティーダは昨年の後期大会から一部に昇格し、11月の沖縄市体育館でのホームマッチに続き、この日の県内開催となりました。会場には多くの卓球ファンが駆けつけ声援を送りましたということです。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたしました。FM
日のトークテーマ、気まずくなったことということでお届けしていますよ。ライチさん、本人登場とか死にアファーそうですねさっきね、私が本人がいないねところでいろいろ話して盛り上がっていたら、本人が登場してきて気まずくなったって話をしたことに対してですね、シニアファーまさしくですそしてサムさん、岡田さん、お芋見えとる、今が気まずいしてありがとうございます、直しましたよそして同じくテンション高すぎてカミカミにならないか、そこが気まずい、勝手に若菜さんの親御さん目線でリスっとります、いいんです全部受け止めますさあそしてアイミルキーさん、テーマ気まずくなったこと、2週間くらい前の月曜日のモーニングナハのかなさんが担当の時、あるリスナーさんが間違って若菜さんと名前を間違えました。私は若菜さんじゃないよって気まずくなれかけましたが、私は若菜さんとコメントして切り抜けようとしましたいや、いいと思います、ね、一文字違いなのでね、若菜とかなさんね間違えることもあると思います。なかなか伝わらない時もあるので、わーかーなって言ってるのに、うんって言われる時ありますのでありがとうございます、アイルミキさんまた噛んじゃったそして恋するかっちゃんさん、わっかなおはちーす、おはようございます。かっちゃんの Google ホームから天気予報、今日の兵庫県は雨が降っています。雨でテンション低いでしょう。最高気温23度、最低気温20度、ジメジメ以上でーすって来てますね。いやー、そうですね、雨が降って23度、これはすごい湿気なんでしょうね、ジメジメしてるっていうことなので。しかも雨が降ってるとね、確かにテンション下がるんですよ。沖縄なんて渋滞が尋常じゃないほどね、長くどこまでも続く車渋滞が発生するので、すっごいもう家出る前からテンション下がり気味なんですけど、そっか雨が降ってるんか。ちょっとね、これを聞いて、モーニングナハを聞いて、ちょっとでもテンション上げてね、お仕事向かわれてください、よろしくお願いします、頑張ってくださいね。さあそしてトモさん、おはようございます、来てますね、おはようございます。さあサムさん、雨うちなにも降らせてくださいその通り、本当ですね、本当に全然降らないんですよね、沖縄ね。さあそしてタキシーさん、昔仕事場の本棚の前でかがんで本を探していた時に、無意識に後ろに振った右手が後ろに立っていた同僚の女性の膝をガシッと掴んでしまった。気まずいというか、お互いあまりにびっくりで声が出なかったと。あ、いやそうですね、女性としては、え、なんでみたいなえ、なんで私掴まれたみたいなでびっくりしてますけど、タキシーさん、まさかね、後ろにいるとは思わないから人がいたことに対してもびっくりだし、掴んでしまった、それが女性だったっていうことにもね、あわしつつ、これはどっちも確かにびっくりですねこれどうしたんですか、もうなんかお互い、あみたいな感じだったんですかね、きっとねそして直樹先生、遅れました、おはようって来てます、おはようございます。大丈夫ですよ、後半30分もどんどん私のカミカミのテンションでやっていきたいと思いますので、後半もよろしくお願いします。さあそしてアイミルキーさん、気まずくなったこと、ツイキャスで受けようと思ってボケたのに伝わらずスルーされた時の気まずくなりますが、次の自分のコメントでボケ潰しと言って切り抜けようとしますいいですねいいこれいいわかりますわかりますこれ自分でね、ボケ潰しって言っておかないとね、余計気まずいですからね、これいいですねこれそしてライチさん、居酒屋でトイレが男女共有のとかあるさ、
うん、ありますね。で入ったら若い女子が笑向こうはひゃって死にしかんた僕はあざーすって閉めたよしかもこの女性は隣の席でコンパしててちょくちょく目が合うわけよ。死にアファーよそうですねこれねあるあるなんですよね、男女共有トイレ。これあのまさしくアファーなんですけど女性としてはね、え、これ閉めてなかったんですか女性鍵ね、ひゃっていやまあまあ可愛いですけどね、そうなるのも気をつけましょう。あのしっかりね、あの大丈夫だよね、男女共有だったらコンコンしてからいないかどうかを確かめてからね入ってくださいさあ、もうこんな笑ってたらモーニングナハ前半の終了のお時間となりました。引き続き後半もよろしくお願いしますかっちゃんさん、気まずくなったこと、かっちゃんはね今ですよ、かっちゃんの天気予報で兵庫は雨降ってるんやけど沖縄は雨降ってないんですね。雨降ってますとコメントして気まずいです以上そんなことないですよ。あのぜひぜひね、あのこの恵みの雨を沖縄にも降ってもらえるようにというかっちゃんさんのね祈りも込めたコメントなのでありがとうございます。さあ後半はうちなーぐちなうからです。うちなーぐちなうタッコアーランケどうぞ。ゆうじろうけいじゃーじのうちなーぐちなう。さあ今日皆さんに紹介するうちなーぐちはこちら。タッコアランケ、タッコアランケ、これはくっつくな、え、あっち行けという意味でございます。例えばこちら。おー、稽古のやつ遅いな。お待たせ、お待たせ、ごめんね、遅いよ、バスがちょっと遅れちゃった、ごめんね。ちょっとタッコアランケ、何、いいじゃない、恥ずかしいよ、なんでいいじゃない、ちょっと注意してよ、いやタッコアランケ、ほっぺに注意して、タッコアランケ、どうしたのよ、なんでいいじゃない、たまには、だって私たち親子じゃない、お母かやな、タッコアランケ、タッコアランケ、そりゃそうなるよね、ほんじゃね。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイ牧師店グランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市牧師 2-4-11 ステーキハウスエルシャダイ牧師店。新都心に雪が降る？南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー、食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。
5月30日、ただいまの時刻は8時30分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています。モーニング那覇です。本日水曜日のお相手は若菜です。残り30分もどうぞよろしくお願いします。さあ、今日のトークテーマ、気まずくなったことということでお届けしておりますよ。皆さんからね、まあまあな気まずくなったエピソードをたくさんいただいております。さあ、ライチさん、若菜さん、トイレの鍵は閉めてよ。たまにはサービスしてもいいけど、年一くらいでよろしく。まさかでしょ。いや、そうならないように気をつけます。これね、まあまあ危ないやつですね。危険なやつなので。そして、恋するかっちゃんさん。じゃあ、かっちゃんがリクエスト。沖縄に雨降らせるリクエスト。八代亜紀の雨の慕情？わっかなスタッフよろしくですって来てますね。なんとなんとかっちゃんさん。あったそうです。やった素晴らしい。もうね、スタッフさんが早いんですよ。確認してくれるのがね、もう待ってくださいね。今ねセッティングしてますので、ありがとうございます。さあ、そして野の中の銀の蛍さん、おはよう。笑顔笑い声の素敵かわいいわかなちゃんって。いいですね、これいいですね。もう、まあ、さらに元気になりますよね。素敵ってやったね。ありがとうございます。さあ、そして赤ちゃんさん、これで明日沖縄降ってくれたら、雨降ってくれたらいいのにな。確かにそうですね。行きますよ、赤ちゃんさん、心の準備よろしいですか。八代亜紀で雨の慕情です。どうぞ。 78.0 亜熱帯ラディオ FM ナパ。ただいまの時刻は8時37分を回りました。これからのお時間は、今日のお天気と道路交通状況をお伝えします。まずはじめに本日のお天気です。本島中南部、南西の風、晴れ時々曇り、波の高さは1メートルとなっています。降水確率は午前 20%、午後12時から18時 20%、 18時から24時が 10% となっております。そして日中の最高気温は31度と、本日も真夏日となっております。皆さん、熱中症にはお気をつけください。さあ、そして本日本島地方、注意報警報は発表されておりません。続きまして、道路交通状況をお伝えいたします。現在、沖縄道下り、宜野座インターチェンジから宜野座インターチェンジ付近にかけまして、工事中ということで規制がかかっております。さあ、続きまして、同じく上り、金インターチェンジ付近から金インターチェンジにかけまして、こちらも工事のため規制がかかっております。そして同じく上り、石川インターチェンジから沖縄北インターチェンジにかけまして、工事のため規制がかかっております。さあ、そして沖縄道下り、龍大から中城パーキングエリア付近にかけまして、工事中ということで、こちらも規制がかかっております。続きまして、那覇市内の道路交通状況です。本日、古島から義母にかけまして渋滞が発生しております。そして上間から国場向け、小羽倉から麻団橋、麻団橋から余儀方面に向けましても長い渋滞が発生しております。続きまして、山下付近、那覇空港方面、
そしてオロク付近ですね、渋滞が発生しております。さあそして泊まり向けにも渋滞が発生しております。アサトから草原寺向けにも渋滞となっておりますので、お時間に余裕を持ってお出かけください。以上、本日のお天気と道路交通状況をお伝えいたしました。さあ今日のトークテーマ、気まずくなったことということでお届けしていますよ。さあライチさん、コンビニで向かいから人が来て自分が右に動いたら相手は左に動いて、なかなかすれ違えないとき気まずい笑そうですね。しかもこれがね、まだ知り合いだったらおいおいおいってなるんですけど突っ込めるんですけど、全くね知らない人だったら余計にアファーですよね。そしてサムさんもすでにカミカミだし、それこそ気まずい、社長さんごめんなさいごめんなさいすいません。もうね、一回噛み出すと私結構止まらないんですよずっと噛んでるからちょっとね気をつけないといけないことなんですけどそしてライチさん、靴下左右色違いチャンスがこれね、家出る前だったらまだしも、出てから色違いだったさすがにアファーもするし、どうやったら人にバレないかなとか考えますよねさあそしてサムさん、ドライバーの皆様くれぐれも事故には気をつけて安全運転ウニゲーサビラー。確かにそうですね、渋滞が発生してたり雨が降ってたりとかするとね、事故が増えてしまいますので、皆さん安全運転よろしくお願いします。さあそしてアイミルキーさん、気まずくなるときタクシーに乗って行き先を告げても何も返事をしない運転手のときは車内が気まずくなります。笑、自分は黙っていますが若菜さんはどうしますか。私返事するまで言います運転手さん聞いてるつって大丈夫って、うんって言うまで言います。しつこいぐらいにうるさいって思われてるかもしれないですけど、伝わってるかが どうかがわからんからとりあえず大丈夫聞いてるって大丈夫ですかってずっと言ってる気がしますそして直樹先生、気まずくなったこと、友人の家に行き可愛い男の子の赤ちゃんだねって実は女の子だったあるあるある、私何回もやるってなんかね、女の子かなと思って、髪もねチリチリで可愛くて女の子かなと思って、女の子ですかって聞いたら、いや男の子なんですって言われてあー女の子っぽいですねって言うねよくあります私さあそうやばいな、おかしくて笑いが止まらんなさあ後半2曲目行ってみたいと思います。これもね、闘牛戦士ワイドのエンディング曲なんですけど、とってもいい曲です。沖縄を大好きになるような曲になってますので、ぜひ皆さん聴いてください。 HY でアイランド。ただいまの時刻は8時47分を回りました。これからのお時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに沖縄タイムス社会面よりお伝えいたします。南北大東少雨、キビ農家悲鳴。節水しようにももう水がない、キビを枯らさないようにするだけでギリギリもう限界。
今年に入ってから少雨傾向が続き、3月からまとまった雨が降っていない大東島地方、サトウキビが立ち枯れし、畑が地割れするなど農家が水不足にあえいでいます。ため息の水でしのぐなどの対策に奔走していますが、1ヶ月半ほど成長が遅れているといいます。島民はキビで生きているようなもの、このまま降らなければ生活が危ないと悲鳴を上げていますということです。続きまして、琉球新報社会面よりお伝えいたします。県内はしか収束へ。県内で流行しているはしかについて、県保健医療部は29日、このまま新たな患者が判明しなければ6月11日にも収束宣言できる見通しだと明らかにしました。県内で4年ぶりとなるはしか患者が3月下旬に確認されてから患者数は計99人になりましたが、5月16日以降は新たな患者は出ていません。これまでの患者は現在までに全員回復していると見られますということです。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたしました。トークテーマ、気まずくなったことでお届けしております。アイミルキーさん、気まずくなるとき、知らない人が向こうから歩いてきて手を振ったのでやむを得ず手を振り返したら、自分の後ろの人に手を振っていたとき、上げてしまった手を少しずつわからないように下げて切り抜けようとしますわあるあるある。私ねこれ身内の中でもやったことがあるんです。私体操教室の中でなんか先生が手振ってるなと思って、あ、私あみたいな感じで手振ったら、実は後ろにいる子供に手を振ってたっていうねまあまあ気まずいですよね私それに、あ、私かと思ったってごめんごめんって言いますけどそっと下ろす、よくわかりますこれさあ、そしてかっちゃんさん、では気まずくなったことパート2。かっちゃんはね、友達とショッピングセンターのトイレ入って、俺がぐっさって言った後、おじさんがトイレから出てきて目が合って気まずかった、以上ですこれはね、気まずい目も合わせられんしねこれは臭くてもちょっとね、って我慢しようとします。私気まずくなるのが怖いからそしてサムさん、パソコンの画面が出てんのが気まずいこれ私前に会社員の時によくありました。二次会のこう会社のね、飲み会のセッティングをしようと思って、こう居酒屋とかを開いてる時に後ろから社長が通って、あれ若菜さんみたいな感じになった時はまあまあ気まずかったですそして直樹先生、気まずくなったこと、ロッテリアでマックシェイクくださいと大声で言ったら店員さんが困ったことそうですね、ロッテリアはマックシェイクはありませんわかりますわかります私朝マックの時に、朝マックってフライドポテトじゃなくてあれなんですよね、マッシュポテトなんですけど、一生懸命マックポテトないんですかって聞いた時めっちゃ気まずかったですでね、店員さんに今の時間すいません、ポテトないんです、マッシュポテトならみたいなことを言われてね気まずってなりましたね
さあそしてアイミルキーさん、あ、自転車の店さんがね歌ってるって来てますね。私あのまあまあ歌い歌大好きなので歌っちゃうんですよ。そしてアイミルキーさん、では赤面してしまうとき、スーパーなどで家族が後ろにいると思って振り向きざまに話しかけたら違う人だったときは赤面するほど恥ずかしいのですが、独り言を言ったような体でごまかしますわ。わかるわかる、これね気まずいし赤面するねこれね。これね、だからね私これ何回かやったことがあって、それからあの後ろにこう話しかけるときはしっかりと後ろにいるよねって確認をしてから話しかけるようにしてます。これ私まあまああるので注意してます自分でも。さあそしてサムさん、若菜さんの パーソナリティぶりが気まずい。おいなんでよ。おかしいでしょこれ。なんでいっさ別ね。そして自転車の店さん、眠いだるい起きられない。そうそう、さっきねまだオフトゥーンですって来てたからね。そうなんだよね、天気もいいからな、なんかポカポカしてね眠たくなるんですよ。アイミルキー様、あなたは眠くなる眠くなるって来てるからね。こういう天気だとねあの分かりますよ気持ちは。さあそしておかしいなもう。自転車の店さん、靴下色違いはおしゃれじゃん。そうですね、あの最新ファッションかなって思いますね。そしておかしい、靴下色違いとか男性ならまだしも女性は余計気まずいってサムさんね。そうなんですよ、あの色違い、そうですね、あの模様が似てるやつとかね、あの結構間違えたりとかするんですけど、あの最近体操教室の先生があの 色違いやってことがあって、黒とあの紺色の違いを色違いで履いていて、あれ俺さっきまでわからんかったやつさって言ってたので、これ伝えない方が良かったですって、色違いだったってことは言わない方が良かったですって、だったら気づかなかったっていう話をねしたことがあります。そしてアイミリキーさん、団体旅行のチェックアウトでロビーに集合したとき、自分だけスリッパだったときは気まずくなります。それがトイレのスリッパのときはわからないように少しずつその場を離れますわ。おかしい。トイレのスリッパは最強ですね。これあの履き間違いはよくあるんですけど、トイレは気をつけましょう。さあそしてサムさん、笑顔が可愛くて惚れてまうやろ的で気まずい。なるほどね。そして自転車の店さん、熱唱の割に新聞読み完璧、やったー。頑張ったんです。噛まないようになるべくゆっくりはっきり言うようにしようと思って頑張ったんですよ。やったー。頑張ろう。ライチさん、会社で YouTube を見ようとして、あれ広告流れるさ。ブリキュアジュラーのアニメのやつが流れた。アフタークです、すいません、途中で終わってしまいました。これも私の時にはあるあるの話です。すいません、ちょっと来週は気をつけます。そしてライチさんのね、読んでる途中で終わったので読みましょうね。プリキュアジュラーのアニメのやつ流れよった、大音量、事務所は静か、俺のイヤホンの差し具合が甘かったシニア。なるほどね。YouTube、そうなんですよね。あんまりね、会社で、あの、YouTube とかを見ようとすると、そういう事故が起こってしまうので、私も、あの、パソコンからね、流すときもそうなんですけど、
しっかりとあのチェックして何回もグリグリってやって確認して流すようにしてましたそして野の中の銀のホタルさん、やっぱり若菜ちゃんにはその明るい笑い声と白い服が似合う、わらわらわら、褒めるの気まずいななんでいいさもっと褒めてください私普段あんまり褒められないのでこのね、あのラジオの中だけで褒められるんですよこれね、あのここで褒めてもらわないと私ちょっとね、しょげちゃうのでよろしくお願いします、これからもそしてアイミルキーさん、近所の駄菓子屋のおばちゃんに先生と間違えて言ってしまったとき、おばちゃんはまあありがとうって言ってくれましたが、自分はしばらく出禁にしましたそうですね、あの自らね、あの出禁にするっていうね、これ恥ずかしいんですよねおばちゃんはね、何もあの思ってないかもしれないけど、本人としてはねまあまあ気まずいからねそしてアイミルキーさん、ラジオのリスナーさん気まずく終わっただろうなすいません私が気まずく終わらせてしまいましたね、すいませんさあ来週はあのしっかり頑張って締めたいと思います。かちゃんさんも最後締めてって来てますねありがとうございました。来週もよろしくです。